はい、橋本でございます。さあ、2021年渓流シーズン終了でございます。で、今日ね29日なんですけども、私ちょっとね今日が最終日となりました。最後にねどうしても来たかった、毎回ね渓流の終わりここでやってるんですけども、ここを釣っていきたいと思います。さあ行ってみよう。プレッシャーだらけだろうから十分に距離取りながら、やっていきましょう。前日ぐらいかな、これは人が入ってますね、完璧に。なんかちょっと一匹も取れないかも。一匹目、ちびっこ、ずっと追ってましたね。もうポイントはねえからな。お、よし、よし。いや、いやこれメスっぽいな。渓流最終日1本目、すごいね黒ずんでる、いいヤマメです。これな、このヤマメ多分ね卵抱えてますね。逃がしてあげましょう。相当プレッシャー的にはかかってるのは、入れ替わり立ち替わり人が入ってる。ああ狙い通り、気持ちいいね。ああ狙い通りです。あんま大きくないけど、あ、無反、無反イワナじゃない。はい、おお、あーよかった。見て、でもねいかついね、サイズ大きくないけど、はい、いいかかり方したなお前な。はい、ありがとう。いい出方して、狙った通り、狙った通り出てくる。はい、ということで、2021年、ネイティブトラウトね、一応今日で終了になります。まあね最後ねもうちょいねなんかいい魚と出会えればね決まるんでしょうけど、まあ、十分ね秋らしい魚が出会ってくれました。で、来年はね、またこの鳴瀬水系をメインに皆さんにね、渓流ベイクフィネスをね、お送りできたらなと思います。誠にですね、本シーズンご視聴ありがとうございました。以上、橋本でした。